8月4日金曜日夜6時を回りました。リビドタイムです。パーソナリティのアイゼンです。アシスタントのジェニコです。はい、ということで、いよいよ8月になってしまいましたよ。なってしまいましたね。早いもんですね。早いもんですね。はい、7月、先月はですね、はい、あの方がですね、はい、マンスリーゲストということで、はい、はい、まるまる1ヶ月、はい、来てくれましたね。来ていただきまして、はい、そして、一応予定ではですね、はい、今日がその、フィナーレと、はい、いう感じに。フィナーレですか。はい、その多分そうですよ、そのはずですよ。何ですか、そのあの何を見てるんですかね、そこで。いやはい、はい、その予定でございますよ。はい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 、そんなわけで、はい、早めにもう呼んでしまいましょう。そうですね、からね、はい、はい、ということで先月から、1ヶ月出ていただいておりましたロックオンミュージックスクール、校長先生コンタ先生です。こんばんは、コンタです。お熱ございます。それはまあ8月も8月ですから。8月といえば、はい、セミですね。セミ、うん、セミ。何ゼミ好き？好きじゃないです。うん、俺も。でもやっぱ好きそうですね。日暮らしは風情が、日暮らしの、ああ、ね、なか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 、あれはちょっと怖いから嫌です。怖い？なんで？ああ、あの日暮らしの、どうして嘘つくかな、ね、かな。誰も知らないかな。かな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 か、はい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 、そんな、そんな、アニュー。いやもうね、暑いとね、いろいろ分かんなくなるわけですよ。そうなんですよ。先週もなんかたくさんあったし、そうあったし、そう、なんかちょっとね、そこ、ああそうだ、まだ俺あれだ、ヘルズのあの夏季限定をまだ今年食べてないからいけないんだな俺な。あの灼熱カミソリ麺いいですよ。はい、辛いの？辛い、辛いけどいい辛さ、あれは。辛いのは、うん、どうなんだ。いやでもあれはね、本当にね、あの辛くない辛さで良いですよ。本当に本当に夏にはもう最高。せちがらい、せちがらい。例えばだけど、うん、あのほらスポンサーにもなってくれてる、はい、スープカレーさくらの、はい、1とかを食べても、うん、むせて食べれない人はどうなんでしょうか。あ、それでも多分大丈夫だと思うよ。へえ、うん、あのなんかね、辛さのね、なんかその、うん、このなんか感じが違うというか、まあ試してみたら。そうそうそう、あ、そうだ、ヘルツ、そうだそうだ、すっかり忘れた。あのヘルツといえばですね、あの2号店木漏れ日、はいはい、があるわけですけども、ね、あのヘルツとは全然ちょっと違ったジャンルの優しいラーメン屋さん、はいはい、大平の方にねあるんですけど、最近、はい、なんと、ミシュランガイド2017に載ったんですよ。へえ、ミシュランガイドってすげえやつ、すげえやつ、木漏れ日が。なんで木漏れ日だっけなの。え、うん、いや、ちょうどほら木漏れ日に来てたらしいんで、そのなんかミシュランの人が、そうそう、へえ、あのタイヤマンみたいな、タイヤマン。あいつ来てた。そう、あいつが来た、あいつがね、どうやって店入ったんですかね、あれ ねボヤモンボヤモンボヤモン。そりゃもうね、もうパッと見分かっちゃいますからね。ほんとだ、すげえ、あいつ食ってたのか。あら、いやだからロックオンにもミシュラン来てくんないかな。来るかな、うん、ボヨンボヨンって。近藤さんなんか作ればいい。いや、作れと言われたら作りますよ。ハンバーグなんかいかがですか。そうですね、うん、考えておきますね。ね、皆さんハンバーグ食べたいでしょ、僕の美味しいハンバーグ。ああ、これが前振りなんだな。はい、多分ですね、うん、なんだっけ、はい、続きはウェブで、はい、ああ、あるの、うん、ハンバーグができちゃうの。さら、うん、にその続きもあると思うよ、これから先。ああ、はい、じゃあどうなるか分かりませんけど、まあ、はい、そんなことも出たところで、じゃあいつものお願いします。はい、この番組はイオンモール富谷近く、人類生誕史上最濃スープの鋼鉄系ラーメンヘルズキッチン、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、ロックオンミュージックスクールの提供でお送りします。はい、じゃあ、一旦ですね、はい、CM に行ってから、はい、はい、いろいろわちゃわちゃやっていきたいと思います。では一旦 CM です。
シュメメさん、店長、店長。はーい。これ、9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おー、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませー。はい、ということでね、はい、さあ、はい、さあ、さあ、来ましたよ。みんな知ってた？明日から、なんだっけ、七夕祭りだって。はい、明日？明日花火大会ドガーンでしょ？違うっけ？あー、そうかも。前夜祭とかっていう。そうだ。5、6、7？ おう。で、6、7、8が、七夕祭りだよね。はい、うん、ほうほうほう。で、9日がペニーレンのアフターパーティーだっけ？そう、そうですよ。そうですよ。アフターパーティーがありますよ、皆さん。アフターパーティーなんですね。そうですよ。あの、七夕のね、はい、あれやこれやを、はい、見た後、はい。9日にペニーレンに来ると、はい、僕たちのあれやこれやが見れると。はい。進み具合はいかがなんですか？進み具合は、この時点で進んでないと大変ですよね。そうですね。そうだよね。皆さん、はい、今日お聞きの皆さん、ね、まあ、はい、不安になるよね。はい、うん。だってもう、バツスですとか言っといた方がいい。バツスです。バツスですよ。はい、ね、はい。でも我々過去とか未来とかいろんなとこからやってきますから。そうだね。そうなんですよね。はい、うん、だから8月9日は、ペニーレインで、うん、はい、読み方なんだっけ、はい、あ、コンタノボルト杉山アイゼン。アコースティックですね。そうです。うん。はい。そうです。やりますよ。いろいろやりますよ。なんか、ロックバーでやってるような感じのやつとかもね。うん。やりますし。自分たちの曲もやるしね。やるし。うん、はい。インストも歌ものもいろいろ。うん。はい。あったりなかったりなかったりあったりするです。うん。はい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 、お楽しみに。お楽しみに。はい。はい、お時間の方が、だいたい8時半ぐらいから、2ステージですね。そうですね、そこから、はい、はい、2ステージ分やるので、この2ステージ分で、うん、ワンドリンク付きの2500円で見れてしまうという。はい、そうです、うん、はい、お暇な方は早めに、お店は多分6時過ぎに開いちゃうんでしょう。うん、そうです ね、はい、6時過ぎに開いててさ、我々8時半からじゃん。はい、リハとかやれんのかね。一応やれる、全然やれるんですけど、リハやった後に多分よく考えたら我々結構なヒーマンに。そうだよね、はい、うん、お店開いてんだよね。あ、うん、漫談でもしてればいい。そうか、うん、公開リハになっちゃうね、これとすると。まあありがちですね、公開リハはね、うん、はい、はい、はいね、はい、そんなほどまたありな感じでいろいろ、はい、8月9日です、ね、9日です、はい、はい、役の日、はい、はい、何でもかんでもこうくっつけりゃいいと思って役の日です。何を、肉でも焼きますか。あ、そっちの役か。うん、うんうん、あれ他に何、メディシン。ああ、なるほどね。メディシン、うん、役、役、うん、役じゃなくて役、役、うん、役、役、およそ、うん、あ、うん、本当に分かったのかな、これ。分かってないね。分かってないパターンですね。うん、うんうん、はい、はい、はい、分かってないパターンです。はい、はい、はい、ね、さ、ペリーはどこから来ましたか。アメリカ。おお。この間ポルトガルって言ってたくせに、この野郎。それはザビエル。ポルトガルどこにあるか知ってる。知りません。アメリカどこにあるか知ってる。アメリカ。そんなことを言ってると、あのミスター T に、あの T プレジデント、プレジデント T に殺されるよ。そうだね、プレジデント T って誰ですか。父ちゃん。父ちゃん。父ちゃん。プレジデント T。 あーあーあああ、うん、場所わかんなくたって殺されない。まあそもそも殺されないけどさ。そんな物騒な方じゃないけどね。プレゼンにどうかと思うけどね、場所わかんないのはね。じゃあ教えてくださいよ。東の方、日本から見て、ずいぶん東の方、太平洋を渡っていくとロシアがあるでしょ。そうだ。
あれ、間違ってないでしょ。西から昇ったお日様が だって東でしょ、日本から見て東、うんうん、だって、うん、東の方に海西北方領土ってなってるんだから、だからロシアがある。あの小田さん、俺今思いついたんですけど、あの今日 あの今回の続きはウェブで、であのほら今回もホワイトボードあるじゃないですか、姉さんにあの世界地図とか書いてもらったらどうですか ね、 そ う、 だ ね、うん、ね、そうしよう、うん、やめましょう、うん、その時あの俺撮影変わるからさ。いやいやいや、うん、あの、うん、南極とか知ってる、どこにあるか。下下、下ね、下ね、オッケー。上には何があんの？北極。横は？横？横はソ連とか。ソ連ね。過去からやってきましたよ、バカだったし。ゴルバチョフ。ああ。そのくらいしかわかんない。まあいいや、ソ連があればいいよね。ね、でアメリカはそこを超えていけばアメリカなんですか。それを超えていくの、うん、あ、違う、うん、まあいけないこともないけど、ちょっとぐるっと、まあでも飛行機とかで行くとあの縁ぐるんといった方が、そうです ね、はい、うん、地球丸いですから、うん、そうそうそう、まっすぐ行くよりも、うん、あの北極の方をぐるっとこう回っていった方が、北極周り、まあいいよ、大丈夫だよ、うん、続いてるから、うん、どこ行っても、うん、まあなんとかかんとか、そうそう、はい、空は続いてるぞ、うん、空、うん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 、大丈夫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 、いつかはたどり着けるさ、そうそう、うん、頑張ってねさ、うん、アメリカか、アメリカ、そう、行こうと思ってるから、はい、場所ぐらい分かってないけど、ね、そうだね、ソ連に行っちゃうね、ロシアでもなく。それすごいですね。それはすごい、なかなか帰ってこれないよね。帰ってこれないですね、うん、いろんな意味で帰ってこれないですよ、うん、そうですね、大変だ、頑張って、はい、うん、まあそんなわけで、なんだっけ、明日七夕なんだよ、七夕ですね、でそれでって終わるとまたペニーレインの話になってしまうわけか。ほら先月の七夕7月7日ですか、うん、はい、あの日にはちゃんとなんか短冊になんとかこんとかって言ってたような気がするんですけど、やりましたか。やってませんよね。俺彦星に直接明日晴れにしてって言った。あのは教室のバーベキュー大会だったんだよ。晴れすぎた。やりすぎたなあいつ。ハッスルしちゃって、うん、そう、うん、俺もね、あの書くのめんどくさかったんで織姫に直接メール打ってみた、うんうん、したらなんかあの拒否された。あ、うん、着信拒否的なやつ、うん、届きません、あー、あの、うん、メーラーノットファン、そう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 、出てきたわけか、出てきた、あの、ほら、あの彦星とか、ね、年一であれだから僕でどうですかって送ったら、うんうん、届かなかった。でもあれ気をつけないとお父さんに怒られちゃうからね、うん、あ、そもそもお父さん怒ったわけだ、あれ確か、 そうですよね、はだよね、織姫のお父さんがおかん無理だったんでしょ、あれ、うん、随分だから1年に1回できないんでしょ、うん、そうですよ、そうですよ、はい、1年に1回だから頑張って1年に1回なのか2回なのか、いいね、分かりませんけども、え、3回で終わりなのみたいな、そういうね、まあね、まあね、どのくらいなんだろう、聞いてみたいですね、うんうん、でもあの人たちだけでも結構離れてるよね、そうですね、何休校年とか、そこ感はどうなんだろう、でも分かんない、結構、あ、なんか風の噂で16光年と25光年じゃなかったっけ、はい、あ、そうでしたっけ、だからあの2人だけで見れば9光年と考えてるのかな。ウルトラマンは、ウルトラマン、ウルトラマンは何、何光年だっけ、ウルトラの星、M78 星雲M78 星雲どのぐらいだろうね、うん、わかんないな、
どうでしょうね、うん、行ったことねえし、うん、行ってみたら、うん、そもそもあるのかしら、あんじゃない、うんうんうん、気が向いたら行ってみようと思います、うん、星はいいね、うん、どうした星はいいなと思って、うん、星ね、星、うんはい、巨人じゃないよ長所はですね、え、なんでもないです、え、うんうんうん、うんうん、はい、うん、はい、まあね、うん、はい、夏ですから、夏ですから、そうだね、寄せギブスとかダメですよ、あんなのつけたら体壊します、うさぎ跳びやったよね昔、あ、今ダメなんでしょう、 あ、そうなんだ、うん、膝悪くするんだってよ、あ、何だったんだろうね、僕らがやったうさぎ跳びは一体、そう、なんか山ん中とか普通にうさぎ跳びでなんかずっと、あのスポコンは何だったんですか、階段をね、うさぎ跳びで上がったりとかさ、うん、水飲むと往復ビンタとかね、 そんなことはないけど、そんなことになったんですか、水は飲んじゃいけなかったな、水飲んだら往復ビンタ、あ、まあそれに準じた罰が待ち受けてたね、はい、透明椅子みたいなやつやってさ、はい、壁にこうね、持たれて、はい、こう寒い椅子があるようなやつ座ってたじゃん、はいはい、座ってないな座ったふりしてたじゃんあれやって手は頭の上に組んで、そうするとね、漏れなくね、お尻の下に画鋲が落ちてるんですよこれ、へえ、うん、そんな時代ですよ、今それやったら、いやもう一気に全国ニュースですかね、そうね、ツイッターとか大変、そのぐらいいいんじゃねえの、うん、ダメダメ、まあ、こういうこと言うとね、まあ、いろいろリビードタイム炎上しちゃうからね、うん、でもリビードタイム聞いてる人たちって多分そういうのが当たり前で育ってきたような人たちだと思うんですけども、あ、なんとなく分からないよ、あの若いピチピチの、そうだよね、ね、うん、そうだよ、ピチピチの子が聞いてくれてるなとか、ふなまあ、まあ確かに近所とか確かに若いピチピチの確かにあの方たちもピチピチ言ってますけど、ピチに上がったふな、うん、ピチピチだよね、上がりたてはピチピチしますね、うん、はいはい、はい、ガラスに落ちてきた時はバチピチ、そう、もう即死です、ね、うん、はい、はい、まあそんなわけで、はい、何の話でしたっけ、七夕の話からずいぶん脱線しましたね、あ、まあ元はといえばアメリカどこにあるかっていうことだったんだっけかなそんなことはもう覚えてませんね、うん、はい、8月ってあとなんかなかったんでしたっけ、すいません、私が宣伝したいんですけど、あ、そうだ、あ、どうぞ、はい、8月の10日、はん、10日、はい、10日、ああ、仙台じゃないんですよ、はい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 、はい、神奈川県町田市に行ってですね、お、あのアコースティックでちょっと古巣なんですね私の、お、そこに行って一ライブやって、次の日にコデビルジャンクなんですけども、まあリハとかに間に合うように帰ってくるので、は、来週、はい、来週の話、はい、そうか、そうだ、11日はコデビルです、山の日、山の日、マウンテンデイって書いてある、マウンテンデイじゃないよマウンテンデイ、マウンテンデイはい、この日はホゲーっていう、あのプラグインの石澤さんのやってるイベントの5回目なんですけども、コデビルは手順言っちゃっていいかな、え、どこに言えない、早いから、うん、早いから、うん、あの2番目で6時ぐらいからなので早く来てください、うん、あれ何曜、金曜とか、うん、違う、あ、違うか、金曜日の、金曜日だね、うん、金曜日、金曜祝日、ちょうど、ちょうど来週の金曜日です、そうか、1週間か、1週間か、はい、その頃には我々も一段落ついて、ふうって、そうだよね、はい、ついてる暇ないと思いますけどね、いろいろと好きたい、好きたい、ほーっとしたい、そうだね、うん、3年ぐらいなんかのんびりしたいないくつになっちゃうんですか、そうしたら、え、いくつになっちゃうんですか、わかんないそういうごまかし方うん、うん、
先週はやたら褒められてたのにね、みんな。やっぱ褒めてくれる人が、ね、そうだね、赤ちゃんも、うん、あとし先生も、うん、なんであんなに褒めてくれるんだろう、うん、まあ普通に普通の人なんだよね、うん、普通褒めるんだよね、うん、我々のことをね。ああ、確かにね、褒めて、そうですよ、きっと普通の皆さんは僕らのことを褒めてくださると思いますよ、うん、じゃあ、うん、褒めましょうよ。はい。何ですかそれ。今褒めるところを一生懸命探しているんですけども、はい、じゃあ姉さんがちょっと CM 挟むんでその間考えといて、うん、褒めるの、はいはい、じゃあ姉さんが考えてやる絶対 CM です。シュメマさん、店長、店長、はい、これ9.5からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません、すぐ作り直します。おー、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方はスープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。はい、姉さん褒めて。コンタ先生はギターが超絶うまい、うん、はい、うん、ありがとう、うんうん、あと、うんうん、ちょっと姉さん放送事故になるよ。そうだね、じゃあ放送事故になるよ。アイゼン君は、うん、うん、あ、マイクくれるって言ってたからいい人だと思う。なんだこれ。小手さん、なんだろうね。なんですかね。どうしたんだろうね。どうしたんね。まあ、仕方ないじゃないですか。そんなところですね。それに行きたい人だもんだって。そうだね。うん。うん。夏はね、暑いのかな、うん、どうだろうね。ちょうどいいのかね。まあ、あっちは、どうかな。でもこっちより全然。場所にもよるかでも。ああ、そうですね。はい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 、うん。ぜひ行ってもらいたいね、うん。そんなこと言いつつも、私のこと褒めてくださいって言ったら絶対浮かばないでしょうに。元気だ。うん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 、君は多分元気だ。多分。ああ。うん。うん。そうだ、元気だよ。偉いぞ、うん。はい、ありがとうございます。うん。はい。うん。で、うん。元気だね、うん、はい、うん、そうだね。本当事故になるよ。はい、まあそういうことです、ね、うん、お互い様なんですよ、こういうのは。きっとそうかな、うん、ほら、よし、分かった、褒めてくれる人呼ぼう、これから。そうしましょうよ、ね、そうだね、うんうんうん、でも褒められ慣れてないから、いざ褒められると本当に困るんですけど、だからこうやって斜め下からこう、うん、覗くように見ちゃうんだよ。うん、うんうん、そうなんですよね、はいはい、それでいいんじゃないかなと思う、はい、今日この頃ですけど、はいはいはい、ね、はい、まあ、そんなわけで、まあ、1ヶ月間近田さんに1ヶ月プラスちょっと、はいはい、出ていただいておりまして、どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、次会うのはいつか分かりませんが、皆さん、ね、お体には十分気をつけて、はいはい、どうぞお元気で、ありがとうございます。なんだこれ。根性の別れってやつですよね。いやいやいや、はい、どうしましょう、なんかエンディングまたかけます、コンタさん。ああ、そうだね、どうしましょうね、いちごシロップとかかけようかな。からそういうかけ方ですか。あ、違う、ああ、それ俺、そういう曲どこにかけようかな。作ってくれるんですね。新曲でいちごシロップ、うん、はい、8月9日にやるかもしれないですよ、いちごシロップね、うん、うん、はい、
聞いた人はもれなくかけられるからね、いちごシロップ、うん、いちごシロップかけられたらちょっと夏きついよね、ベタベタして、うん、きついですね、うん、かき氷食べてみたいな、はい、かき氷募集中です。かき氷ね、はい、あの皆さん、はい、かき氷食べてみたいんで、あ、じゃあロックオンミュージックスクールにかき氷の差し入れをお待ちしております。みんな送ってくれたら大変なことになるよね、この床ベタベタで水浸しだよね、もうね、届いた頃には。いや、直接持ってきてもらわないと無理じゃないですか。あ、溶けるか。溶けるんだよ、かき氷って。そっか、夏だもんだって。食べながら来てもらえばいいんだ。食べながら、それはそれはどういうことかな。どうなんでしょうね。どういうことだろうね。今一つちょっと難しかった、今の。自慢しに来るのかな。いいだろう、いいだろう。俺、いちごシロップ。シロップは残りますね。ああ、最後の方にね。ああ、はい、そうか。はい、はい、まあそんなわけで、はい、本当は1ヶ月間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあぼちぼち時間もあれなんで、姉さんお願いします。はい、この番組はイオンモール富谷近く、人類生誕史上最濃スープの鋼鉄系ラーメンヘルズキッチン、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、ロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました。はい、ということでですね、はい、今回の、続きはウェブでは、はい、ジェニコ姉さんによる世界地図の書き方、素晴らしい、はい、はというね、はい、すごいのが待ってますので、すごいよね、はい、ぜひ皆さんそちらもお楽しみに、ね、お楽しみに、はい、そして9日はぜひペニーレイン、ペニーレイン、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、はい、ということです。はい、それでは皆様、良い週末をお過ごしください。また来週、バイバイ。